粗品です。せいです。うまっすぐクイズ語源推し。クイズプレイヤーとして語源が問題文に含まれるクイズは落としたくないところ。ほう。全問題ですね、ホニャララ語でホニャララという意味があるから始まる語源クイズを出題します。うん。ホニャララという意味があるの部分でボタンを押して正解できたら2ポイント。うん。相手にプレッシャーを与える得意な顔を見せつけましょう。その後の問題文を聞いてから正解できたら1ポイントです。うん。語源を押して得点を稼げるのはどちらなのか。なるほど。早い方がかっこいい。西がやったやつやな。はいはいはい。なんかフランス語で、はい、エクレア、エクレア雷、稲妻。なんかそんな、はい、かっこよかった。確かに。それやろう俺らも。オッケー。いきます。問題。フランス語で三日月。もうだからここで押さないと。そうやな。三日月。クレープ。うわー、いいとこ行くな。うわ、フランス語で三日月という意味がある。もう行かなかもな。うん。ソフトクリーム。おお、ええな。三日月。フランス語で三日月という意味がある。バターをパン生地に。ホットケーキ。フランス語で三日月という意味がある。バターをパン生地に折り込んで焼き上げる。フレンチトースト。ハニートースト。バターを。バターロール。バターロール。お前三日月やわ。あークロワッサン。あーそうや。いやちょっとそうやスイーツわからんな。スイーツ。ジャンルスイーツ。はい、クロワッサンはスイーツでしょ。問題。イタリア語で1といううの。これ気持ちいいね。出たクイズ。おい、何それクイズマン得意の顔。よっしゃ、うの、そうこれか。問題。フランス語で千枚の葉。え、バームクーヘン。ミルフィーユ。あ、そっちか。よし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 。2ポイントまた。これやばいな。これ誰特に、特に誰。ロシア語で魚の卵。魚の卵。ロシア語わからんな。ボルシチ。ロシア語で魚の卵といういくら。うん。うわ、え、どういうこと。おお、ハリソン。ロシア語なんや。いくらって。おもろいな。すげえ。外来語か。イタリア語で、うん、熱いソースと行くしかないな。あれや、あれや、なんや。ラクレットチーズ。え、田中さん。田中義武。田中義武。いやそうやけど、イタリア語で熱いソース。ドリア。おお、いいね。いいね。イタリア語で熱いソースという意味がある。野菜をつけて食べる。ああ、へえ。イタリア。ディップしてね。はい。プリミティブ。あれ何やったっけあれ。バーニャカウダ。バーニャカウダ。へえ。熱いソース。なるほどなるほど。問題。イタリア語で礼拝堂風にという意味がある。もういいか、いいかな。礼拝堂風。うん、どういう意味わからん。アーメン。アーメン。挨拶。イタリア語で礼拝堂風に。礼拝堂風、モダン。なるほどな。なんかな、わからん、全くわからん。イタリア語で礼拝堂風にという意味がある楽器の場。楽器の、オルガン。
イタリア語で礼拝堂風にという意味がある楽器の伴奏がない楽曲のことを何という？ほー、強そう。アカペラ。へー。はー、そうなんや。へー。これおもろいな、このクイズ。の問題。フランス語で選び出すという意味がある。選び出す？うん。わからん。阿弥陀くじ。うわー、いいね。うん。フランス語で選び出す。選び出す。カタカナなんかな。わからんな。アイデア。ええの。フランス語で選び出すという意味がある。社会や集団の中で優秀とされる人物を指すこと。エリート。へえ。選び出す。エリートから来てんの。はい、もう勉強。全くわからんわ。問題。ドイツ語で仕事という意味がある。バイト。うまい。アルバイト。わあ、気持ちいい。アルバイト、アルトバイエルみたいもんな、確かに。何が？そっから来てるから。あー、素晴らしい。アルバイト。これは2ポイント。2ポイント追いつけるな、全然。できる。問題。英語で居眠りという意味がある。居眠り？キャンプ。ちょっと分からんな。スヌーズ。おーえー、嬉しい。嬉しい。今のすごいな。おー、いいね。なんでなんで。いや、分からんぞ。なんかアラームとか、うん、ね、すごいな。スヌーズ知ってた。知識知ってた方がええな、これ、知ってたから。いや、変えたよ。知ってたよ。変えんなよ。問題。イタリア語で松ぼっくり。あ、これ、イタリア語で松ぼっくりはね、何やったかな。新喜劇みたいな。いや、これな、聞いたことあんねん、マジで。そうそう。イタリア語で松ぼっくりな。なんや。何やったかな。おちっこ。お前のか、そうな。いや、ちょっと忘れたな。クリスマスツリー。イタリア語で食べ物、松ぼっくりという意味がある森永乳業が1976年から発売しているアイスクリームといえば、え、アイスの名前、森永乳業、ピノ。へえ、そうやねほんま。せやねー。ほんま。食べもんやねー。さあ、食べもんやな、食べもんやったな。そうな。ちょっと思ってたのちゃうかった。そうなんや。面白いクイズ。ラスト。これ言えるしな。言える。英語で親指の爪という意味がある。行くしかないな。ピック。ああ、いい合わせ方。英語で親指の爪という爪楊枝。英語で親指の爪という意味がある。何や。画像や文書、PDF などのページを縮小した見本画像のことを何という。何それ。親指の爪、プレビュー。ん、縮小した画像。え、データ。PDF のファイル。縮小した画像。縮小した。あ、え、ファイル。PDF。ヒント。YouTube。
サムネイル、ネイル、サム、うわー、サム、指、はあ、いや、これはおもろいな。いいクイズでした。よろしくお願いします。皆さん、高評価、そしてチャン